はい、じゃあね、2018年の8月30日ですよ。今日ね、ポスターを1枚出したんで、そちらをご紹介したいと思います。こちらね、あの先週、あたりから始まってますエリア代表決定戦のね、出場者、こちら、権利を獲得した人を、まあ、うちの店でポスター出していこうかなと。まず一番最初に、権利を取ったのは全速持ちさんですね。その後に、まあ、うちの店で畑さん、せいやさん、FK、黒風、かぼちゃん、あとはね、あの県外の方でも、まあ、うちの店を常連だとしてくれてるルリポとホッシャン、こちらの方ね、名前聞きましたよ。ちょっと車うるさいから帰ろうかな。よいしょ。で、まだまだね、あの右下のところにスペースもあるし、もっと権利取ったらこの下にね、どんどんポスター伸ばしていくんで、まだまだ名前かけます。なので、まだ取れてないゲンギーさん、はい、あなたの名前も書きたいです。そしてマッチーさん、マッチーさんも、どっかで、取ってきてくれるでしょうし、そういう感じでどんどん、権利獲得した、うちの常連、いわゆるなんつうのか、うちをホームグラウンドにしてる人たちね、はここに名前書きたいと思ってますんで、後半戦もね、また頑張ってほしいと思います。じゃあ失礼します。